か曇ってんな。はい、どうもゆうたです。今回はちょっと車検ということもあって、この金戸たちをちょっと取り外すんですけど、あのクリアの塗装がねだいぶ取れてるんで、ちょっとウレタンクリアを上から塗装したいなと思います。はい、こんな感じでね、ちょっと結構もう傷もついてるしボロボロなんですよね。特にこっちがひどいかな、こことかが。これをちょっと復活させたいと思います。こんな感じで可愛くなりました。ミラーも純正に戻ってる。車検仕様です。はい、でね、この取り外したこいつらをこういう感じでもうねクリアがダメになってるんですよね。これをね、ちょっとね塗装素人の僕がとりあえずヤスリをかけて、で、まあ綺麗にして、で、あとはクリアを拭くというね感じですね。うまくいくかな。こっちも結構こんな感じなんですよね。磨いてみます。これ空飛びでいいのかな、水の方がいいのかな。びちょびちょやないの。うっそー、マジで。びちょびちょや、ほんとに。ふざけんな。で塗膜剥がせばいいんだろうね。全くわからん。こういう綺麗なところはあれだね。これだった方がやりやすいわ。600番だと細めすぎんのかな。
寒い。でもなんかすげえ綺麗になってるよ。あのなんかよくカーボンボンネットで結構ひどい人いるけど、あそこまでひどくないんで、これすもうトゥルリーナじゃん。これ結構いけんじゃない？もう、もうここだけちょっとなんかね、ちょっと擦り傷っぽい跡が残ってるから。そんなに状態悪くなかったから、まあ割といけんのかな。もうちょっとだけやってみるか。で最終的に1000番とか2000番くらいで1回最後にやろう。もうちょっと600で磨こうかな。そしたらね、ちょっと一番状態がひどいこいつをね、もう艶もちょっとなくなってきてるし、こうブツブツしてるし、こいつをねやっていきたいと思います。で他に削り終わった方はもうこんな感じです。今とりあえず600番でやった感じですね。でもう一回全部終わったら次1000番持ってたっけな、2000番持ってるんだけど、それをやって塗装入りたいと思います。寒いな。もう師走ですよ。あ、もうこれ動画アップする頃にはもう1月かな。もう師走の半ばで今年も終わりやな。早いね1年。よし、やっていこうか、こいつをね。この時点で消えたね。かなり層が薄い手前の方でなってたみたいで、まあ全体ちょっとやっていきます。まだブツブツしてるんで。今磨きがヤスリが終わったんで、ちょっと見ていきましょう。やっぱりなんかちょっとブツブツあるね。動画で映すの難しいな、反射で。ちょっこれね、多分ね、もっと粗い目でやんないと消えないかもね。でもそんなに別に僕気になってないんで、これあの表面のこう剥がれてるやつとかが治ってるんで、もう別にいいかなっていう感じですね。はい。であととりあえずもうちょっと細い目でやすってから塗装入ります。はい。じゃあね、1500番しか持ってなかったんで、ちょっとね、いろいろ紙ヤスリいっぱいストックしてたんだけど、やっぱいろいろ使うともうなかったね、意外と。あと2000番が2枚ぐらいあるけど、フル丸で、丸で1500番しかなかったんで、一応こんな感じなんですけど、今これをね最終仕上げでやっていきます。
シリコンオフ、シリコンリムーバーをやっていきます。強いとぶつかっちゃってやばいね。こんな感じでいいのかな。ちょっとやったことないから、ちょっと。クリアでね、今回はちょっと塗っていきます。これいろいろね、30回振って逆さまにカチャってて逆さまにしてちょっと待ったりとかって手順があるんで、それはもうやってあります。でちょっと拭いていきます。ちょっと風が強いんだよね。やばい、カメラに全部かかってるかもしれない、これ。まずいね。今こんな感じなんですけど、とりあえず1回目塗ってちょっともう1回塗り重ねしようと思うんですけど、こんな感じです。うわー、垂れてる、垂れちゃってるね、これ。あららららららら、これ塗りすぎだね。垂れてるね。やっぱ素人クオリティだね、これ。ここもちょっとブツブツになってる。あららららら、いや、これやだね、このブツブツ。ありゃ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 、はい。これ今2回目塗った後なんですけど、ちょっとね、ブツブツ感があります。で、まあ3回目次塗るんですけど、その時にまあちょっと垂れるか垂れないかぐらいの限界を拭いて、ちょっと艶を最終的に出したいんですけど、それがやっぱりちょっとね、素人だと感覚がわかんないんで難しいんですよね。まあ、最悪こっちは裏面なんでどうでもいいんですけど、表面だけでもいいんで、せめてちょっとうまくやっていきたいなと思います。はいはい。ですね、塗ってから1週間経ちました。こんな感じ。これさ、素人にしてはめちゃくちゃうまくない？できてない？結構ツヤツヤなんだけど、よく見るとね、ちょっとゴミがやっぱり入ってるんだけど、風が強かったから、ちょっとあとね、気泡になっちゃったところとかこういう感じであるんだけど、いや、これ
テカテカよ。最高じゃん。満足です、これで。あ、ここだけちょっと垂れちゃってる。うん。いい感じ。ってな感じで、素人でも、なんとかなるっていう感じです。はい。はい。一応出来上がった金網戸こんな感じでつけました。いや、なんかよく見ないとね、わかんない。ほら、めちゃくちゃ綺麗じゃん、これ。ツヤツヤで。最高だね。ここね、さっきちょっと落っことしちゃった。ちょっとね、下手っぴなとこもあるけど、まあ、こんな感じで満足です。